今日も一日頑張ります。はい、お疲れ様です。仕事を終えました。で、今からジムに行くんですけれども、トレマエのカーボンということで、みたらし団子をいただきたいと思います。3本入り。実は我慢できずにさっき1本食べたんですけれども、1本でね、カーボンが30ぐらい取れるということで、うん、ちょうど2本ぐらい食べるとちょうどいいかなと思っております。ということで2本目いただきます。これ食べて、でトレーニング終わったら1本食べるような感じかな。結構ね、和菓子が大好きでして、結構お饅頭だったりとかどら焼きだったりとか、こういうお団子食べることが多いです。なんかみたらしだと塩分も取れるのでね、トレマエのカーボンホグチでもすごくいいのかなと思っております。食べてすぐ動けないんですけれども、ちょうど仕事が少し溜まっておりますので、車中になるんですが、軽く仕事してお腹がこなれたぐらいでジムに行きます。はい、お疲れ様です。トレーニング終わって帰ってきました。ということで、今からご飯を作りまして、トレゴの栄養補給して、今ね9時半ぐらいなので10時に食べて、でそこからまたね YouTube の原稿書いたりとか、そういった諸々のお仕事、オンラインサロンのお仕事とか、そういったことをして今日一日終わりたいと思います。この後は多分バタバタするので先に喋っておこうかなという感じです。今日いいトレーニングができました。やっぱ夜混んでるっていうこともあって、撮影はちょっとできず、ちょっとご迷惑になりそうだったので遠慮させていただいて、ざっくりとね内容っていうのは後で追記してるかと思います。いい足取りができました。今日も一日お疲れ様です。この後飯食って仕事して寝ます。お疲れ様です。
ただきます。はい、ではジムに着きましたので背中のトレーニングやっていきたいと思います。本日第2部、
私が弱点だった背中を、改善できたなんかコツみたいな、こういう秘訣があったよ、まあ、すごい有益な話のはず。ただ誰も言ってない。はい、今ね、打ち合わせ終わりまして、で最後にプロテインを一杯、アーモンドミルクをワルクスの抹茶味で割っております。これ一杯飲んで、夜食をこれ食べながら、 PhD のスマートフォンこれ食べながら、私の YouTube は編集者さんが何人かいてくれて、それで、ね、編集したものを今これから、ね、教授に確認しなきゃいけないので、それをもうちょっと確認してからいただきます。これ食べて、あとね、欲しいじゃん、あの電子タバコじゃないのかな、なんてだろう、ニコチンとかタイム入ってない、煙の出る、こういうやつ、はい、昔ねタバコ吸ってて禁煙して、煙を吸うこと自体は好きで、ニコチンとかの中毒的なものはもうなくなったんですけれども、こういうのを気分転換に吸いながら夜な夜な最後ね編集して一日を終えるというような、そんな一日でございます。今12過ぎで、まあ、寝るのは多分1時ぐらいかな。で、また翌日6時とかぐらいに起きるような感じかなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。頑張って編集確認します。まあ、この2日間、在宅勤務バージョン、そして通常出社バージョンということで、大体こんな毎日送っております。仕事に、まあ、趣味といいますか、YouTube、そしてオンラインサロン、まあ、これももう半分仕事ですね。仕事、そして筋トレ、全方向、全力で今後も生きてまいりたいと思います。見てくださっている皆さんのおかげで頑張れているところもありますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。サラリーマッチョ、西です。私は会社員をする傍ら、無事競技に挑戦したり、人に染めて、ノリッツの運営を行っております。限界は超えられる。ノーリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take